はい、ジャン君、あれでブラシどこ行ったかな。あった。はい、どうぞやりましょう。ジャン君、はい、ぼんちゃん、ぼんちゃんは裏側ね。はいはい、あれ脱げるの。よいしょ、いい、はい、うん、気持ちいいでしょ。そこ入っちゃったらできないよ。はい、ぼんちゃんおいで、おいでおいで。やるよ。ポンちゃん。はい。はいはい。ポンちゃん、甘えたいけど、ブラシだとちょっと歩いちゃったりするの。なでなでなでいいですか。ね、そうですか。さあ、朝始まります。スタート。ジャン君、ポンちゃん、なんか大変な暑さなんだよ。大丈夫なの、君たち大丈夫なの。見てみよう。今日は 34.9 度。まあ 0.1 度足りないか。大丈夫か。嘘、暑いよ。ジャン君暑いよ。はい、帰ろう帰ろう。おー、涼しい。はいはい。はい。よいしょ。はい、じゃあ挟みます。あ、ぬくぬく。うんうん。ポンちゃんもおいで。帰っといで。なんであんな暑いとこがいいの。夏を堪能するの。うん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 。はい、ポンちゃん。はい、いただきものです。またコーヒーいただきました。ちょうどよかった。切らすとこだった。ありがとう。私が買いそびれちゃってね。そしてオーナメントって言うんだっけ。そう、それさ、中に写真が入れられるみたい、ね、写真ジャン君入れられるで。フォトオーナメント、オーナメントの何だっけ。ガーランドな。ガーランドって、フォトフレームガーランド。はい、ね、ありがとうございます。飾ります。写真はまずは何にしようって思うから、まず飾ってみようかな。そしてこれ何、トング、なんかトング&マドラー、オリジナルアイストング&マドラーって書いてある、ね、うん、飲み物にね。そうだね、ジュースを作った時とかね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これは何だろう。あ、コパン整理に便利なストックバッグ。最近ね、はい、こういうのの可愛いやつがいっぱいあるからね。そしてそのキャラクターをそのまんま。あ、ポンちゃん。はい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 。ポンちゃん。可愛いよ、ほらポンちゃん。ハリネズミだじゃん。後ろを座った。あとこれは、はいはい、これは、これは食べ物もが直接入れられる瓶の写真の入れ物、うん、あ、はいはい、チャックがついてるやつで、瓶の中に入ってるように見えるってことね。そう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 、こんな感じです。そしてこれは、お、でっかい字のタイマーだ。やった。きっとこの剣でも見えるよ。そして猫時計ではないんだね。タイマーね。タイマーだから、はい、
チン用かな。うん、ゆで卵の時に使います。壁掛けフック、スタンド、強力磁石、ビッグ画面、カウントアップ、カウントダウン、リピート、なんかいろいろできるんだね。うん、後ろを見て、あ、ポンちゃん、はい、後ろを見て、これは何だろう、猫カップ、ぶら下がり猫クッキー。あ、どういうこと。わかった、コーヒーカップに、うん、こう、あ、カフェオレとか入れたところに、にゃんこの形のクッキーをこうやってふって刺して入った、うん、あ、クッキーなんだ、きっと。そう、そうだよ、そうだよ、きっと。ぶら下がり猫クッキーって書いてあるもん。うん、開けてみよう。いや、焼き、焼き菓子って書いてある。あれあれ、ポンちゃん、お茶の時にクッキー付けで「はい」ってあげられるって感じね。うん、いろんなのがあるんだね。あのカップで、カップににゃんこが浸ってるみたいになる紅茶のやつとか、前にいただいたことあるんだけど、まだもったいなくて使えてないんだけど。はい、それにカップに引っ掛けられるんだ。あ、ほら、ここ尻尾とか手がくにゅってなってるよ。ああ、なるほど。ここにこうやって引っ掛けんね、うん、こういうところにピュッて。で、そうすると猫が引っ掛かっているみたいになる。なる、ありがとうございます。なるほど、やってみます。ありがとうございます。おやつの時とかね。うん、よし、茶そば、すごい綺麗なグリーンだ。すっごい綺麗なグリーンだよ。ほら、茶そば。はい、美味しそうだね。うん、すごい綺麗な色だね。どうもありがとう。ありがとうございます。夏場はいいね、そばはね。うん、母さんも喜びます。あ、あ、出た。マカロン。マカロンの。マグネットだね。マグネットね、綺麗なのだね。はい、また来ました。じゃあここに。ポンちゃんに乗せます。あ、猫好き。猫好き。あ、肉球の形してるよ。なんだ？ラムネ？ラムネじゃないかな。ちょっと後ろ見ていい？うん、ラムネって書いてある。ラムネ菓子。猫好き、肉球、ラムネ、ラウンド。はい、いただきます。にゃんこなものがいっぱい。あ、ポンちゃん、冷たき冷たき冷たき。ポンちゃん、これは何だろう。塩キャベツの素。あー、へー、美味しそうだよ。だしとか入ってるっぽいね。ね、なんかね、あ、だしの旨味って書いてあるよ。枕崎製造かつお節。へえ、これを絡めるとちょっと、あの、なんていうの、うん、お漬物っぽい感じになる。浅漬けの素。そしてなんかバッグが来たよ。はい、猫と音楽、五線譜、中に重いものが入ってる、ね、猫バッグって書いてあって、きっとこれがセットだったんじゃない。はい、メイプルのクッキー、猫ちゃん、そしてにゃんこの形してるよ。ポンちゃんの顔。これなんだろう。それはなんか飲み物っぽいよね。うん、後ろを見ればいいんだよ。ジャンナッツラッキーワールドキャットデー水出し用ティーバッグ。うん、ジャンナッツオリジナルのベルガモットオイルをした、オイルを使用したアールグレイです。あ、紅茶だった。アールグレイだ。アイスティーができるってことだね。そうだね、水出しアイスティーだね。やったー。私、あのベルガモットのやつ大好きです。うん、これはホワイトピーチジェリーなのね。白桃ゼリーって書いてあるよ。へえ、猫なのに。猫なのに。なんかブランドになってるの、カルディの。あ、だから猫バッグがなんか、うん、多分毎年出るセットってこと。そうそうそう、みたいで、にゃんこの、うん、猫バッグ、なんか前もいただいた。うちにちょうどいいじゃんね。そうなの。あ、これあれだ、これと味違いの、
にゃんこのメープルとチョコなのかな。ほら、にゃんこの顔の形だよ。にゃんくんちょうど同じ色だ。ほら、にゃんくんと同じ色。そしてこれはカルディのガラス、オリジナルガラスプレート。おお、来た。なんだ君たち。ポンちゃんは元気なんにゃん。よしよし。あ、2つも入ってる。 お皿だね。ガラスのプレートだって。にゃんこのね、お、あ、かわいいじゃん。お菓子とかを入れる。結構繊細な感じだね。割らないようにしないとね。本当だね。これをこれを乗せるんだよ。はい、かわいい。これとかこれとかを乗せたりね。かわいいです。ポンちゃん割らないでね。はい。そしてそのバッグが、ね、うん、セットになってました。あとまたあのなんだっけ、エコバッグ、エコバッグまた来ました。あたりさんの、ニワトリさんのエコバッグ、かわいいね。はい、じゃん、開けた。開けてみます。あ、かわいい。クックドゥドゥルドゥだよ。クックドゥドゥルドゥ。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じです。いっぱいです。はい、こんな感じです。今日はいつもよりも多く踏んでおります。じゃんくん、はい、じゃあじゃんくん、ありがとうって言ってください。